皆さんこんにちは。エスカレーターを乗って毎日駅を乗務しているとこんな看板が目につきました。板室温泉というのは私も初めて知ったのですが、塩原よりちょっと東京から見ると先みたいな感じですね。今回は塩原を選びました。八王子から東北道、そして西那須の塩原インターチェンジで、これから降りるところです。1月初め申し込んだ時点ちょっと雪が心配だったんですけれども、その様子は全然ありません。これでしたら板室でも大丈夫でしたですね。先週の塩原のライブ、カメラではちょっと雪のちらつきが見えたんですけれども、少しの雪の準備はしてきたのでちょっと拍子抜けという感じです。塩原温泉に進んでいくと、まもなく道の駅湯の香塩原が右側に見えてきます。ちょっと寄ってみましょう。駐車場がとても広いですね。そして敷地そのものはものすごく広いですね。この道の駅は カフェがあって、なんか休みなのか。カフェがあるよ。カフェ。道の駅、商品が豊富ですね。特にリンゴが安くて美味しそうだったですね。これ結果的には正解で、家に帰って食べたらとても美味しかったです。いや、大根の太いのがありました。ちょっとびっくりしましたね。驚いてます。すげえな、これ。でかい。すごいな。キウイも美味しそうなので買い込んできましたよ。そしてあと餅なども買いました。盆栽だ。正常。ここで熱い、甘酒とアイスクリームと水とケーキを食べたらちょっとお腹が心配でした。すいません、長くなるので温泉の方に移りたいと思います。すいません。あ、火鉢がある。すごい。すいません。
こちらが2号館と書いてありました。露天風呂付きの新館のお部屋はこちらなんでしょうか。どこもピカピカに磨かれて上品で落ち着いた佇まいを見せています。今日は1月の12日の木曜日です。6日に電話で申し込んだ時は旅支援はまだ10日から始まる予定ということだけしか分かりませんでしたが、今はされているようです。2号館が新館ということになると思いますので、こちらはスタンダードと言ってましたが旧館ということだと思います。私たちが若い頃アパートに住んだユニットバス3点式の洗面台は高齢者には懐かしい思い出です。そしてお部屋もこれ10畳ですけれども、とても綺麗になってて、これで私たちには十分ですね。窓から見える山肌には白いものが少し見えますけれども、私の遅延で走れるちょっと雪が欲しかったかなっていう感じはいたします。こちらがジャグジーと42度の温泉、そしてこちらがぬるめの寝湯、あと朝撮影したお風呂も紹介します。翌日朝の動画が先に入ります。今日もいい天気になりそうです。そして、外にもお風呂があって、これはもう道の前ですね。こちらの渓谷風呂は、階段、20段を降りたところです。これは受付の方で了解を受けおりますので、撮影させていただきました。下はこちら河原ですね。もう一つ300段の階段を降りる奥のもあるそうですが、いやーとっても景色がいいし気持ちよさそうなお風呂ですね。もう今朝朝風呂へ入ってきたので今回はちょっと見合わせますが、もう誰もいませんので女性の方のお風呂もちょっと撮影させていただきました。やっぱり同じような感じですね。やはり抜群に景色はいいです。河原も冷たい風が入って気持ちがいいです。さすが源泉主義のお風呂です。少し歩くとその先にも300段の階段を降りるという温泉があります。ちょっと300段は無理なので様子だけ見てみましょう。
300段降りた川のそばということですから、きっと素晴らしい運用なんだろうと思います。1、2、3、4、5、6、7、中の洞窟、はいはい、真ん中が全体の御殿門、はい、上の小鉢の方がタイの塩辛と右上がりですね。あ、これがタイの塩辛、はい、タイの塩辛ですね、で手前の方が右側で、うん、栗おこわと伸びるの玉いず、うん、谷神社、エビ芋の俵揚げでございます、はい、右上の方おつくいで本マグロでとひらめですね、はい、手前にお塩ごめん、はい、プラスの座の方がおしのぎですね、はい、と生湯葉で柚子胡椒とべっこあんがかかっております。こちらは火つけてよろしいですか、はい、お願いします。お鍋とお肉両方これ、うん、いろんな、うん、あのもの、あのこれ何でしたっけ、はい、これはヤシオマスですね。あ、そのもの。お酢のものでヤシオマスでございます。ヤシオマス。食事も美味しかったですね。そこで取れたやつ、だいぶ酒も進んでしまいました。ごちそうさまでした。牛乳もついて。これはいろいろごちそうだな。これかな。お刺身、こちらの方、お支払いという形で押していただいて、出る、あ、これで、はい、そうなんです、こちら読み取っていただくとこっちに入りますので、はいはいはい、はい、お願いします。4000円で、はい、大丈夫です、はい、入れていただいてちょっと確認させていただきますね、はい、4000円で確認、はい、確認で、はい、大丈夫です。で、決済するも押していただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます、はいはい、で、完了です。じゃあ合計の方が変わりまして27,110円になります、ね、はいはいはい、じゃあ3万飲んだ代金はベストして1人15,500円から3,000円旅割がありますから12,500円とお土産付きということになりますですね、最後に建物の外観だけちょっとご紹介したいと思います。左が二号館、これは新しい方だと思います。そして右がスタンダードということになるんだろうと思います。行かれる方の参考になれば幸いです。それでは今日はここで失礼いたします。長い動画お付き合いいただきましてありがとうございました。